可愛らしい容姿と見る人を魅了させる演技力で様々な作品に出演している川口春奈さん。今回は川口春奈さんの簡単なプロフィールとともに、川口春奈さんが過去に噂された歴代彼氏を紹介したいと思います。2007年第11回ニコラのオーディションでグランプリを獲得し、検温の子供部門検温に所属することとなりました。そして同年9月1日発売のニコラ2007年10月号でデビューをしたのです。2008年10月4日から翌年3月28日までは、子供向けバラエティ番組ファイテンションテレビのガールズコーナーにレギュラーとして出演していました。そして2009年の三井のリハウスの第13代リハウスガールに選ばれ、知名度が上がったのです。その後2009年10月クールのフジテレビ月9ドラマ東京ドックスで女優デビューしたことをきっかけに、さまざまな作品に出演しました。ドラマではローラン高校ホスト部、 GTO、 金田一少年の事件簿 N、 探偵の探偵、キモメン、イノセンス冤罪弁護士、キリンが来るなど、映画では映画ローラン高校ホスト部、好きっていいなよ、苦くて甘い、一週間フレンズなどが主な出演作品です。さらに2020年1月31日には公式 YouTube チャンネルハーチャンネルを開設した川口春奈さん。チャンネル登録者数は開設1ヶ月で70万人を突破し、2021年8月現在は148万人もの方がチャンネル登録をしています。それではここから川口春奈さんが過去に噂された歴代彼氏をご紹介いたします。一人目のお相手は山田涼介さんです。平成ジャンプの山田涼介さんと川口春奈さんは2013年から2016年頃まで噂されていました。二人は堀越高等学校出身の先輩後輩で、ドラマ金田一少年の事件簿で共演しました。ドラマのメイキングで、黙ってりゃ可愛いのにと山田涼介さんが川口春奈さんに対して発言したことや、インタビューで川口春奈さんに対して春菜と呼び捨てにしたことなどで2人の噂が出たのです。また川口春奈さんはインタビューで、好きなタイプは山田涼介くんと発言していました。熱愛報道やツーショット写真などはないものの、2人の仲はファン公認で山春と呼び名がついているほどです。2人目のお相手は福士蒼汰さんです。俳優の福士蒼汰さんと川口春奈さんは2014年の映画好きっていいなよで共演しました。その共演の際、現場やイベントなので2人の雰囲気が良かったことから熱愛を噂されたのです。映画の公開イベントではほっぺたにキスをする場面もあり、ラブラブな様子でした。また映画の中でのキスシーンや抱きしめるシーンがあったのですが、必要以上に練習をしていたといいます。しかし決定的な報道や証拠の写真などはなく、役者としての役作りだった可能性もあるでしょう。3人目のお相手は山田哲人さんです。東京ヤクルトスワローズに所属するプロ野球選手の山田哲人選手と川口春奈さんは2014年の始球式で出会いました。始球式前には投球フォームを教えてもらう時間があり、その際に山田哲人さんと川口春奈さんは非常に良い雰囲気でした。そのことがきっかけで熱愛が噂されるようになったのです。また山田哲人さんは過去にテレビ番組で女優さんと付き合いたいと発言していたこともあります。そして川口春奈さん自身もメジャーやサッカー観戦をするほどスポーツ好きなのです。しかし2人の熱愛も目撃情報や報道はなく、あくまでも噂に過ぎません。4人目のお相手は千祐介さんです。総合格闘家の八千祐介選手と川口春奈さんは2019年11月18日に熱愛をスクープされました。週刊誌では11月11日に八千祐介選手が川口さんの自宅を訪れたことをスクープしています。2人はそのままお泊まりをしたのだとか。このスクープが2007年に芸能界デビューした川口春奈さんにとって初めての熱愛スクープとなりました。さらに2人とも交際は否定せず、所属事務所側も本人に任せていると語っていることから、事務所公認の交際だということがわかります。以上が川口春奈さんが過去に噂された歴代彼氏4名です。先ほども話しましたが、2007年の芸能界デビュー以降、大きな熱愛報道はなかった川口春奈さん。
しかしインタビューでは結婚願望について、やはり女性としては、子供が欲しいと思ったり、結婚して、素敵な旦那さんと楽しく生活したいな、という気持ちになることもあります、と、語っていました。美しさだけでなく、YouTube の動画で見せる親しみやすい雰囲気も人気の一つである川口春奈さん。人気者が故に熱愛報道が出てしまうのは仕方ないと思います。しかし2007年にデビューしてから決定的な熱愛疑惑がほとんどないことから、彼女のプロ意識の高さも伺えます。そんな川口春奈さんが今後どのような方と熱愛報道が出るのか、とても気になります。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。